リジナル10の名古屋グランパス、この時点で名古屋グランパスの J2 降格が決まりました。名古屋グランパス2010年の J リーグ優勝以来11年ぶり、さあこのルヴァンカップ今年のファイナル、名古屋グランパスそしてセレッソ大阪、どちらが手にするんでしょうか。マテウス中、ここはフリーダンディル、オーバーヘッドできた、秋谷ここは狙っていきました。中こぼれ、セレッソ大阪からゴールを奪いました。抜けてきたボールです。あ、最後頭で合わせた前田直樹のゴール、グランパス先制。斉藤学、久しぶりにここは攻撃に行く、シュビルトク、シュビルトク、シュビルトク、そして後ろから9回目のファイナルで優勝。
グランパス、初めてその名を刻みました。